どうして？知ってる？知ってるってお前。何をお前たわけた。ふざけるな。それじゃ前後が逆だろうが。悪いが、そんなデタラメな論理に従うわけにはいかねえんだよ。そもそも根拠は何なんだ。どうして俺が犯人だなんて。何を。フレイドールズ。なんでシグマが知ってるの？おい、そいつは一体。お前な、ヨタ話もいい加減にしろよ。俺はクレイドールズなんて組織のことは知らねえし、フリーザソウルのこともブラザーなんて老いぼれのことも。それじゃあディオがあのテロ組織のリーダー。テロ組織レフト。残念ながらこれ以上言い逃れはできそれにしても一体いつからシグマやヨツバが知ってるようなメジャーな組織じゃないはずなんだがな。確かに俺はクレイドールズのリーダー、本名はレフトという。ゼロボスが企てた計画、 AB 計画を阻止するために爆弾を仕掛けたのはそのため。計画が達成されそうになった時にはこの建物もろとも吹っ飛ばすようにと指示されている。何なのよ。さすがにそこまでは知らなかったか。うっかりと口を滑らせちまったが、どの道お前らはここでくたばることに。くたばる。おっと、それ以上近づくな。一歩でも足を進めてみ、次の瞬間にはお前らの体は上。ということは半物質爆弾。まあそういうことだ。分かったらさっさと。ディオさん、落ち、そのスイッチを押したらディオさんも。ああ別に構わん、どうせ俺には代わりがいるんだからな。いいからうだうだ言ってねえでさっさと。ほら早くしろ。おいジジイ、耳が遠くて聞こえなかった。下がれと言ってるんだ。断る。貴様、俺は本気だぞ。そうか、ならばさっさと押すがよい。その起爆装置とやら。天明寺さん。ほらどうした、早くせんか。おや、指先が震えておるようじゃ。怖いのか。怖いんじゃろう貴様。え？このやはりただのハッタリじゃったか。ハッタリなんかじゃねえ。いいか、見てろよ。ええ、しかと見届けてやると。だがその前に一つだけいい子。貴様が持っておるその起爆装置、実はそれ偽物なんじゃよ。キエー。どうしたんだ？え？赤いランプが。バカなことをしたな天明寺。年がいもなくカッコつけようとするからこうい。なんじゃと？やれやれ、お前一体どこまで。
まあいい。とにかくシグマが言ったと、あの起爆装置は俺の体から1メートル以上離れると。爆弾に向かってタイマーを作動させるよう命令を、要するに、天明寺がバカなことをしてくれたおかげで、従って、もはやあの起爆、爆弾に内蔵されたタイマーは、すでに、タイムリミット爆発するのはいつだ？シグマ、お前から教えてやってくれ。しかし、わかったよ。それじゃメイドの土産に教えてやろう。爆弾02のパスワードは EQDDYRNTK だ。爆弾ゼ…それって…あれ？そうだったっけ？こいつはうっかりしてたぜ。とはいえ、どの道お前らにはどうすることもできねえんだ。解除用の入力装置はないんだ。ま、潔く諦めることだな。さーてね、どこかな。爆弾ゼロ2を仕掛けた場所は？悪いが忘れちまったよ。というわけで、俺は人は…行く？行くって…決まってるだろ。ここではない別の世界にだよ。くそ！やめろ！離せ！離せ！てめえ！ふざけてんじゃねえぞ、こら！離せって言ってんだろうが、ボケ！やむを得。ルナ、マンドレインを。そんなことは分かってる。だが仕方がないだろう。こうしている間にも、タイムリミットは刻々と迫っているんだ。いつまでも、こいつと、ルナ何をしている？早く準備を。今やってます。できました。いつでも OK です。くそー、覚えてろよ貴様ら。どうせお前らの命もあとわずかなんだ。せいぜい残りの数十分取り乱してうろたえまくってざまみろってんだ、このクソ野郎どもめが。ルナ、早くこいつの口を塞いでくれ。わかりました。行きます。おそらく20分程度ではないかと。次の CD 白の第一扉が開くまでの時間は。それで。でも今ディオの所持品を調べてみたけど。どうするん。とにかくここで実最後まで諦めずに。まずはシグマ、お前は私と一緒に来てくれ。爆弾03を確かめに行くんだ。本当に次元装置が作動している。次に残った4人についてだが、お前らはアリス、クオーク、ディオの3人。 B 階の倉庫に。ああ、万が一の場合は白の第二扉を開いて先に進む。そうすれば
わかりました。それでは我々は眠っている3人を連れて、着いたらすぐに入力装置と爆弾ゼロ2の捜索に取り掛かることにし。さあ時間がない。わかったら早速行動か。行くぞシグマ。赤いランプが点滅してるな。どうやら次元装置が作動したのは間違いなさそうだ。だがどうすればいい。パスワードの入力装置がないことには仕方がない。ひとまず別れて捜索すること。私はこのキャビンをくまなく探してみるから、5分前になっても見つからなければ B 階の倉庫で落ち合うことに。いいな。おい、大丈夫、きっとなんとかなるさ。ほら、信じる者にはすく水だって言うだろ。だが少なくとも生きる希望は湧いてきただろ。なんて言ったってこの危機を無事に切り抜けたら私のさあ、わかったらさっさと行け。入力装置を見つけるんだ。ええ、眠っていた3人については私は1人。ここもしかしたらシグマさんが、ここアダム、シグマさんは違いますか。そうだったらどうし本当に？わかりました。では、私のアダムを操作するには、私のサポートがですから、お力になれるのではないかと思って。どうやら余計なお世話というやつだ。すみませんでした。失礼します。終わりました。起き上がってもいいですよ。結果を。シグマさんは人間です。
ただし、全身が、シグマさんの体の一部は、これを見てください。シグマさんの両腕の中には、人間の骨とは明らかに異なった骨格が存在しています。材質はチタン合金。その上を覆っているのが、例の ABT、人工生体組織です。つまり、シグマさんの両腕は、文字通り、サイバネティクスの技術を利用して作られた、機械的な腕の骨格の周りに、複雑に張り巡らされた植物の根のようなものがある。これは、同じく人の手によって作られた人工。この神経が生身のそれと接続しているために、シグマさんは両腕を痛覚や触覚が正常に機能しているのも、おそらくこのためだと。いえ、残念ですがそれは、バングルに仕込まれた注射針は人工神経を直接貫くようにできているからです。そうして注ぎ込まれた薬液は神経の細い管、知っているから知っているのです。ええ、でもこの世の中に答えようがなくても知っているという、シグマさんにだって身に覚えがある。どうしてシグマさんはビオティオさんが爆弾を仕掛けた犯人だと分かったの。すみません、続きを伺いたいのは山々なのですが。シグマさん、最後に一つだけお伝えしておきたいことがあります。実はある方からどうしてもこのことを伝えるようにと頼まれていたので。大事なことです。必ず覚えていてくださいね。もしも太陽を喰らう相当の獅子を見たら、この文字列 GLT FTM 016、地の門を開く鍵となるだろう。ことつては、シグマさん、またいつかどこかで私、シグマさんのこと。
どうして？知ってる？知ってると？あいにくだが俺は教える気なんてさら、もっともこの中にいた子でもいるってんな。あの世から？それじゃな。くそ！やめろ！おそらく25分程度。次の CD。 それで？でも今ディオの所持品を調べ、どうするんじゃ。そんなデタラメにパスワードを入力して、いや、しかし待て、方法ならある。なんだ。その前に全員が私の言った通りに動く。ただし、この2点について守ってくる。よし、まずはシグマ。お前を、次に残った4人について。お前らは、アリス、クォーク、ディオの3人。え？どういうことじゃ？質問は禁止と言ったはずだが。うん。方法は以上になる。それだ。何か文句でもあるのか？私の言った通りに動くと、約束した。さあ、時間がない。分かったら早速行動開始だ。行くぞ、シグマ。とりあえずパスワードの入力装置を。残り時間は何分だ？すると1個につき7分。ただし移動時間も込みでだ。まあ、ないこともない。飛び越えるんだ。そうだ、別の世界へと、歴史へと。お前はさっきディオが爆弾を仕掛けた犯人。あれは別の歴史で起こったことを覚えてたからだろう。だったらそれと同じことをすればいい。あるいは今と同じ歴史でも構わ、過去へと遡ってディオを問い詰め。ただしその場合は今とは異なった歴史の流れが生み出され、従ってその歴史の中で爆弾を解除。必ず今のこの歴史へと。とにかく難しいことを。時間がない、さっさと飛べ。私は
その能力は跳躍の瞬間は。そうか、そいつは困ったな。なあ、すでに我々の意識は別の、だが前の歴史の記憶は完璧にた、というか、そこで起こった出来事は本当は覚えてるはずなのに、だとすると。あ、なんとなく。どうだ、思い出せないか、シグマ。爆弾03のパスワード、どこか別の世界で。でかしたぞ、シグマ。解除成功だ。やっぱりお前、知ってパスワード。別の歴史で知ったのか。その歴史では、一体何が？って、そんなことを聞いて、残り時間は。よし。急ごう、シグマ。次だ。次は爆弾02を止める。そうだ、行こう。あ、入力装置を忘れるな。例の装置は接続を。よし、それでは早速発災機のパスワードを入力。落ち着け、文字を打ち間違えたんじゃないのか。とにかく パスワードが違うと、つまり3つの爆弾には。クソ、弱ったな。一体どうすればいいんだ。なあシグマ、さっきとは別の歴史で何かパス。そうだ、本当はオンだが、今はそれをうまく思う。ゼロ三の時と同じだよ。だとしたら、ここにあるゼロ。なんだよお前、やっぱりパスワードし、ったく。
っちでもいい。いずれにせよ、これでゼロにはお手柄だよ。さてと、次は最後の爆弾。場所は。うん、この調子で。とっとと次も片付けてし。さあ、グズグズするな、行こう。いよいよ最後だな。あと何分だ。大丈夫だ、まだ間に合う。落ち着いていこう。入力装置は。では、もうこれで3度目だ。いちいち言わせるな。そうだよ、それ以外に何がある。大丈夫だよ、これまで2回も成功させてきたの。次だってきっと。ほら、仏の顔もさん。いいや、間違ってはいない。仏様も3回までなら助けてくださる。いいからさっさと始めてくれ。今はお前だけが頼りなんだ。私はお前みたいにすんなりと思い出すことができないんだ。これでも努力はしてるんだぞ。どうにかして答えの刻まれた記憶を手繰り寄せようとしている。だが、もしかしたらお前とは世界の飛び、とにかく頼んだぞ。聞いてる。もう一度やったっていいぐらいだ。だったら喜べ。どうやらその望みが。思い出したんだよ。私も別の歴史のことを。あの時ディオは確かにこう言ったんだ、みんなの前で。その通り。仕掛けた爆弾は全部で403、02、01の他にももう一つナンバー00の爆弾。その様子からすると残り時間は、急げシグマ、00のありかに向かうんだ。え、お前知ってるんじゃないのかよ、四つ目の爆弾の場所。Thank you.
落ち着け。落ち着け。考えろ。きっと何か手がかりがあるはず。ディオが爆弾を設置するとしたらどこだ？あいつが大事なものを隠しそうな場所は。そうだ。何？シグマさんの BP がマイナス。シグマ、シグマ、しっかりしろ。ねえ、シグマ、起きて！シグマさん。そんな、どうして？返せって。この施設で見つけたものは。おい、それを。それじゃあ今抗ウイルス薬を。ああ、わかったよ。ほら。シグマさん、何か白いもの。シグマさんの両腕の中には人間の骨と、つまりシグマさんの。
何を。ついに自暴自棄になっちまいやがったか。まあいい、言われなくてもそうするつもりだったよ。待ってよ、そうせかす。おいケイ、お前の BP も確か。お前はどうする？一緒に行くか。私はここに。どうしてシグマさんがこんな状態なの？いや、わかりました。よし、決まりだな。行くぞ、ケイ。よせ、やめろ。それじゃあな、あばよ。皆さん、必ず助けを呼んで戻ってきてですから、希望を捨てずに。え？何しやがんだこの野郎。扉が閉まっちまうじゃねえかよ。離せっつってんだろうが。おい、これは一体何のマネだ。どうしてこんなことする。約束だったらちゃんと守いやが、くそ、ふざけんなよてめえ。とにかく俺は何としてでも、ただの嫌がらせなんかで俺の崇高な任務を邪魔されてたまるかよ。シグマ、もういいよ、もう十分。手を離してください。このままでは扉に挟まれるぞ。しかし最後の最後まで間抜けな男。とっととくたばりやがれ、この死に損ないが。の扉をこれにて、のな、お疲れ様でした。なお、どうぞ、残り。シグマさん、シグマ。あ、気を失ったあなたをみんなで運ん、私は直接見たわけじゃない。あなたと同じように気絶しちゃって、 AB ルームの中で K に突然お泣きされて。最低よね。はい、暴力で投票権を奪い取るの。ええ、旧の扉から出ていきました。リオと一緒にね。行けと言ったのはお前だろ。ところで、事の顛末は全てお前さんの腕が最もっともその事実を知ってもなんとなくそうではないかと薄々察して。
僕ならここにいるよ。うん、シグマさんのおかげで。シグマさん、リオのやつからこう、それをルナさんに撃ってもらったんだ。ありがとう、本当にありがとう、シグマさん。それにしても、逆、私たちが感染者だったわけじゃなくて、もしもそれが本当なら、ここは隔離施設じゃなく、いや、まだそうと決ま、私も最初はそう思ったんだが、シグマに矛盾点をした。まず何者かが、この何者かが多分全で、その人はウイルスが蔓延、このシェルターに収容した。だけどしばらく経ったら退屈になってきちゃったから、暇つぶしにゲームを。でも本当にバングルに毒薬が仕込まれてるかどうかは、今のところ注射を打たれたことがあるのはシグマだけで、だけどそれも第一の薬。そうは言ってないけど。いえ、バングルの中には間違いなくアダムの解析結果から。アダムが嘘をついてたら。それを言ったらもう何もかも推理のしようがあります。新聞記事だって、ラテン語で書かれた日記だって。あるいは日記は本物だが、いや、ほんと翻訳に間違いはない。ただそういう可能性についていちいち挙げていったらキリがない。とにかくゼロがひつまぶしで芸者をもてなしたとは考え、え、間違えた。とにかくゼロが暇つぶしでゲームを行ったとは考えにくい。とはいえ、四つ葉の話を頭ごなしに全否。何者かがパンデミックの発生にという可能性についてなら、パンデミックが人為的に引き起こされたものだとするなら。だよね。ノアの箱舟だって、洪水が起こってから動物たちを船に乗せ、洪水が起こる前のことでしょ。ノアさんがそれをしたのは、つまり種の保存のために我々は保護されたというわけか。近い将来に発生するであろうパンデミックによって、人類という種はどこかの誰かがそう考えて、いずれにせよ考えても仕方がなかろう。そんなことはない。ゲームは終わってもまだまだわからないことだ。むしろますますな。ジョゴ、そ、答えが出たら9の扉が開くのか。もう終わりなんじゃよ。理由はどうあれ、わしらはここに閉じ、わしら8人は永遠にこの施設から出ることはできんのじゃ。老婆も含めて。そうじゃ。ねえ、
思ったんだけどさ、あの老婆がゼロボスって可能性はないの？でも私たちをさらってきた犯人が誰かに殺されたんじゃないのかも。え、つまりラジカル6に。運び込まれたんじゃない？どこか別の場所で自殺してから。とにかくもう一度老婆の体を調べてみ、もしかしたら何か手がかりになるようなものを。この施設の ID カードのようだな。写真がプリントされているから彼女のものと考えて待ち。いや、お前は。頭のところにパスイコールとあるから何かのパスワードかもしれない。ああ。だと思う。アリス。アリスさん。アリスさん。お前。行こう。いないな。ああ、ディオとケイが立ち上げたのかも。ライオンがかじってるな。おそらくセキュリティロックがかけられてるんだ。わかった。やってみよう。やっぱりな。ひとまずこのコンピューターパスワードがわからない限り、それよりも何か、何しろここは所長室なんだから。さあ、
どうしたんだ？はぁ？なんでわかったんだよ。なんとなくってなんだ。どうしていきなりそんな話が出てくるんだ。関係ないだろ。何を言ってるんだお前。そうか、わかったよ。それじゃあ早速調べてみよう。なんて簡単に言えるわけないだろ、このバカタレが。一体どういうことなのか説明しろ。なんでお前がユーザー ID とパスワードを知ってるんだよ。わかったよ。言っていることはさっぱりわからん。しかし少なくとも AB ゲームの締め切り時間も迫ってるしな。仕方がない。調べてみよう、こいつを。とはいえ、どこから手をつければ。見たところ、膨大なデータ…そうだ、シグマ、その ID をキーワードにして、もしかしたら…あ、そう…私に聞くな。お前の方がよく知ってるはずじゃないか。まあいい。とにかく中身を見れば、すべてはっきりするだろう。さあ、来たぞ。だな。下にキャプションがついている。ABT、外装後の、アピ。AB 艇 A 中、特殊な人工生態組織、それを骨格の上に外装したもんが、わしらゴーレムの本来あるべき。そして AB 艇を外装した皮膚の質感、毛穴、わずかな体毛や、におそらく近づいてみても区別することはできんやろ。ちゅうか実際に。なるほどな。要するにルナは TM016 というのは、彼女はロボットだ。いくら自律制御型とはいえ、独断で行動していたとは思えん。ああ、見ろ、画面の右下、現在のステ。多分な。あるいはテストのためかもしれん。他の8人がルナの正体を見抜けなかったら、ルナは一級品のゴーレムとして合格とかな。もしもそうだとすると、これまでにゲームをさせ、室内のパズルを解かせたり、それらの一つ一つがルナの人間らしさを見極めるための。そうだな、ルナは部屋の中に閉じ込められた人、我々を含めた他の8人はいつも言うようだが、は、重要なのは隣にいる誰かが、その誰かが人間らしく見え、人間らしく振る舞い。今だよ、今このデータを見て。あの時はまだ確信が持てなかった。ただなんとなくそう思っただけで。そうなあ、それよりもルナのステータス、ロボットが
死ぬのか。筋弛緩薬を投与されて。アンビデックスゲーム、プレイヤーは所定の時刻までに。あるいはそれだけではないのかもしれん。彼女がやったことは、ルナのプロダクト ID、 その末尾016といえば、とにかく彼女の向かうべき場所はもちろん、行くぞシグマ。ゲームはまだ続いている。我々が投票を行わなければ。ルナのバングルか。投票。ああ、投票の締め切りまで。もしかしたら、ああ、裏切りだよ、間違いなく。そうじゃなければ、わざ未投票のまま締め切り時間を迎えれば、自動的に強力にせ。ああ、そうだ。だがそんなことを聞いてどうする。あいつの BP なんて今関係。おいおい、何を寝ぼけたこと言って。あいつは今バングルをはめていないんだぞ。というかそもそもそれ、外に出ることがあいつの目的じゃない。 BP が9以上になろうがなるまいが、あいつにとってはどうでも。決まってるだろ、私たちの BP が。ルナがこのラウンドを放棄すれば、私たちは協力を選ぼうが裏切りを選ぼうが、あいつはそれを阻むために。投票の締め切りまで残り10秒です。9 8 7 6 5 4。私はシグマさんを。2 1。アンビデックスゲーム、結果はお疲れ。アンビデックス。妙だな、私たちはゲートが解放された。ルナが逃げる時間など。バカな。だったらどうして締め切り時刻直前に投票を棄権するなら、ここにやってくる必要などなかったはずで。
ビデックスゲーム一同。あ、結果は以上のよ。各自番。ルナは自動的に協力、他の6人は とはいえ、そのうち5人はすでに、ああ、理由はわからん。だが何か魂胆があったの。さあな。で、どうする？シグマ、ルナの魂胆がどうであれ、は Q の扉から。だよな、そう言うと思ったよ。もちろんだ。さあ行こう。Boy.